波グモ族は種として森林の土壌に生息するモ類である。地表にトンネル状の住居を作っている。非常に地方変異が多く、特に日本において極めて主文化が進んでいる。大きさは多様で小さいものは体長3ミリメートルから大きいものは20ミリメートルまでになるが、その形態はどれもよく似ている。全体の形はタナグモ類に似て、 東京部も腹部も縦長。東京部では、頭部が盛り上がる。目は8眼2列で前列が後列より幅狭く、目の大きさでは前中目が最も小さい。前列はほぼまっすぐか両側眼があやや前に出る。後列は、ほぼ遠距離、または中眼の間が中眼と側眼の間よりやや大きい。前後の側眼は互いに離れている。中眼に行きは、後辺の方が大きい。 なお、目が退化しているものも知られる。頭部と胸部の区別は明瞭で中華は縦長、放射光は明瞭。上顎は大きく発達し、特に基部が前方に膨らむ特徴がある。糸イ,イボは三体で中イボが小さいのは、棚雲かに共通するが本属では、前イボと後イボの先端が短いのが特徴となっている。前イボは突起の形を取らず、体をなすけに置き換わっている。 体色は黒褐色のものから赤褐色、黄褐色を経て単紅色のものまである。反紋としては腹部背面に白っぽい体をなす丸っこい反紋が、あるいは養上反が並び、また不足には臨場反が出る。ただしこれは体色が濃いもので明確で、体色が薄いものでは反紋も薄くなる。霧通紙面に作られたス森ンに生息するものであり、 地表から浅い地中を生息域とする。森林に生息する地表性の雲の代表と言われることもある。生息環境は臨床の落葉層や地下の浅い部分、あるいは倒木や石の下、霧同士の崖などで観察される。巣を観察できるのは特に最後の例が多く、そこでは地表に張り付いたトンネル状の巣が観察される。巣の表面は猿油などで覆われ。 トンネルの両側に出入り口を持つか、もう一つ途中に出入り口を持つ例もある。出入り口からは地表に這わせた糸である受信糸が張ってあるのが観察される。ただしこのような巣が確認できていない種も数多い。生活史としては西日本の場合、生態は秋から春まで観察される。この類ではメスが先に成熟するのが見られ、これは曇る類中では珍しい。 産卵は春に行われ、おそらく生態になるのに2年かかると考えられている。北日本では、生態が夏に観察されるが、それ以上の生活史についてはわかっていない。その他生態的な面ではわかっていないことが多い。本属は北アメリカと東アジアに93種が知られ、その多様性の中心は日本にある。北、アメリカから知られているのは28種、中国で6種。 韓国で3種などとなっており、日本に最大の種数がある。日本では2009年には70種以上が記載されているが、研究が進むと100種を大きく超えるとの予想がなされている。本家は棚雲家や水雲家などとされたこともあり、現在では波グ雲家とすることが多い。このトガには八族が知られるが、日本では本族だけしか知られていない。 なお族を細分することは検討されており、競技の本族とつながぐも族ダリコサイベアス、北国ぐモ族ヘイトローサイイアスに分ける説も提案されているが現時点では広く認められてはいない。この族には地理的変異が多く、個々の種の分布域は広くない。同結性のものでは単独のホラー穴からしか知られていない例もある。大型種の勝時なミハグモシーニポーニカスは特に広い。 分布域を持ち、東北北部地域を除いて、本州から九州にわたって分布し、関東伊勢では最も普通種となっている。だが、この種においても、反門などには、地方変異が多く見られる。さらにこの種では、中国四国地方で、フレシの長い集団と短い集団が区別できて、少なくとも一部地域では、同所的に見られ、両者間に生殖隔離が存在するという。 ただし、他地域では中間型もあるため、これらを別種とすることはできない。また、この属の分布で興味深い点として、同一地域に生息環境の思考や体サイズの異なる複数種が共存している点が挙げられる。また、体サイズや生殖期の基本構造が共通する禁煙種群が地理的広がりをもって確認できる。このような点、本文は種文化の研究対象として、 興味深いものとなっている。小野編著、P152 から153以下、主としてヤギ沼、P142 から143、三、茨 P89 九茨ラ、P87 から88小野編著、P152 小野編著、P152 以下、主として、小野編著、P153 から154四バラ、P89 キムキム以下、小野編著、 P152 尾ノ編長、P154 イバラ、P94 イバラ、P87、ありがとうございます。